こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会並の支部です。本日の献立はアスパラのきんぴらです。どうぞよろしくお願いします。今回教えてくださるのは奈良木野さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市並野にあります生成釜さんから作品を貸していただきました。生成釜さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。今日は、はい、素材がアスパラということで、はいはいはい、もう阿蘇の特産ですよね。ちょっと今日の素材を見てみると細めですけれども、こういったね細いアスパラ結構道の駅とかにもねあの束で売ってあったりしますもんね。あ、そうなんですか。なるべくならきんぴらは小さい方がしやすいです。じゃあ皆さんぜひちょっと細いアスパラを探してみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速まず何から。はい、アスパラは3センチぐらいの長さに細いですからそのまま使います、うん、今日はちょっと太い人参なので斜めに切ってそぎ切りをしたような感じにしたいと思います。揚げは小さくこんな飾りみたいな感じにしたいと思います。今日はねちょっとねその唐辛子をちょっと炒めてみます。最初に一番最初、そしてそれを取り上げます。それからね、うん、揚げも一緒に炒めます。先に炒めます。一回炒めて取り上げます。でないとね揚げにね味がちょんでしまって、ね、辛くなります。吸収しちゃうんですね。そうあと いいこと言うな。今度はアスパラと人参を一緒に炒めればいいと思います。そしてねちょっと炒めてね火が通ったなと思ったら、はい、酒をちょっと入れてみてください。それからみりんを、調味料はもう順番に入れればいいと思います、うん、そしてねあの蓋をすることによって蒸すような感じになりますので、うんうんうん、お酒はそういうために使いました。はい、それから今日はね醤油とねちょっとねあの今流行りのマヨネーズって入れるとどうかなっていうちょっと話を聞きましたので、昔ならこれで終わるんですけど、うんうんうん、今はね若い人もいらっしゃいますので、うんはい、マヨネーズを使うことによってね、うん、あの醤油のまろやかさが一段で引き上がるんです。へえ、うん、でちょっと今日はマヨネーズを使ってみたら本当に美味しかったので皆さんに披露してみようかなって思って、はい、マヨネーズを入れてみます。はい、こんな旬なものを食べてみてください、はいはい、全然あの普通のきんぴらとまた違うと思います。でもあの噛んだ後にちょっとピリッとあの一味の、うん、辛さもあの程よい辛さが、でもね最初に来るのはお醤油とマヨネーズのこうまろやかさ、あの全然辛くない。そうでしょ、醤油辛くない。普通きんぴらってあのね茶色い色をしてるので大体醤油辛い感じがしますけど、これはあの本当小さなお子様でもね大丈夫なくらい、うん、本当美味しいです。あの古川さんもお弁当のおかずに持って行ってください、うん、ですね本当にお子さんのお弁当のね、うんうんうん、おかずにもぴったりだと思います。あ、美味しい。マヨネーズを使うことによって味がまろやかになることです。はい、皆さんどうぞ使ってみてください。よろしくお願いします。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市並野にある生成釜では穴釜と呼ばれる古来の釜で釉薬を使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています。味わいのある色が特徴で工房には素朴で味のある作品が並んでいます。